名前は堀部有弘、年は60歳です。はい、19歳、高校出てすぐですので、18歳の時から会社に勤めています。会社に入った時は商品開発っていうことで入りましたんで、まあ、その時から見本を作ったりしていましたんで、包丁を作るっていうことは携わっていましたけど、現場、工場の現場っていうのに入ったのは、そうですね、やっぱり30年はちょっと過ぎますね、25年ぐらい前からかと思います。大好物の料理は鶏の唐揚げが今、はい、マイブームでございます。その理由は何でしょう。理由はなんかやっぱり美味しいんですね。はい、アルコールはあまり飲まないので、日本酒とビールなら、ビール苦いので日本酒の方が若干好きかなと。ビールならアンパンをつまみにビール飲むなら OK です。香材はやっぱりダマスカス香が、なんか芸術っぽくて好きですね。夏の方が好きです。その理由は、理由はやっぱりちょっと開放的っていうことがありますよね。めちゃめちゃ陰気やで。ハリウッド女優がちょっとよくわからないので、そうですね、ちょっと思いつかないですね。日本の女優は今黒木華が、好きですね。なんか優しい感じがして。そうですね、三徳、料理をしないのであまり握ったことがないんですけど、やっぱり三徳包丁か、でも仕事で携わる黒打ちの包丁、和包丁、あの辺は好きな気がしますね。もし一本持つんなら、あの辺の、歌下手なんですけど、やっぱり西野かな、好きですね。今の金属の包丁っていうか、もうレーザーのようなもの、それ以上のものを使ってるかもしれないなっていう気はしますね。